こんにちは、カオルンです。今日はラーメンの動画を撮っていきたいと思います。5個ぐらい前の動画で地元の松戸で有名な富田のラーメンのうち二郎系ラーメンとして有名な雷のラーメンをセブンイレブンで発売されてるっていうところで豚ラーメンを紹介していきました。そんなセブンイレブンが今日は新しいラーメンを発売していたので話していきたいと思います。イエーイ。ということで今日紹介するのはこちらです。冷やし豚中華。今回は、鰹節、黒胡椒、ニンニク、マヨ、極太麺というところで、前回だとニンニクとか極太麺は入ってたけど、あの時はもやし、野菜かな、野菜とかが入っていたと思います。前回の動画まだ見てないよって方は下の概要欄に貼っておくのでぜひ見てくださいね。ということで今日はこちらを食べていきましょう。それでは開封していきます。今回は温めなくていいみたいですね。なんと千葉県限定なんですよ。はい、今回ももやしは入ってますね。麺が太くて、あとはこれなんだろう、これが黒胡椒かな。ちょっと食べてみよう。うん、これ黒胡椒ではない、なんだろう、ベビースターの辛いバージョンみたいな、そういうのが入ってます。多分黒胡椒はここにある黒い部分ですね。このここら辺にあるやつ。あと豚、あとこういう水菜かな、入ってますね。これがスープですね。これがマヨネーズ。これはね、ジャンキーですね。これはね、太っちゃう。僕最近ラーメンばっかり食べてたので1年間で10キロ太っちゃったんですよ。前が58キロとかだったんですけど、今は67キロ。じゃあね、スープとマヨネーズかけたんで今から混ぜていきましょう。うわ、美味しそう、美味しそう。これ麺太い。やっぱ富田は相変わらずですよ。これが好きなんですよ。みんなね、マジで富田食べてないって人はちょっとね、人生もったいない。食べに行こう、僕と一緒に食べに行こう。僕と一緒に食べに行ってくれる人を待ってます。僕は大歓迎。僕と会った人は、僕がどんどん誘っていくので待っててくださいね。ということで、混ぜることができたので、いただいていきましょうか。セロリも置いて、ちょっとね、お進行代わりでセロリ食べていきます。それではいただきます。まず一口目ね、麺と一緒に絡めて、まず麺ね、うん、おいしい。これ全然違う。前回レビューした豚ラーメン見てない人は見てほしいんだけど、あの時は濃厚スープで熱々のラーメンだったんですけど、今回冷やし中華ってところで、これ何これ、うまはい、ということでごちそうさまでした。冷やし豚中華
セブンイレブンから発売されてます。僕も今日初めて食べましたが、すごい美味しかった。みんなもね、女性の方もぜひ食べれるので、またぜひぜひ運んでってください。僕は1週間おきに一遍は食べていきたいと思います。また富田のラーメンが新しいのできたらレビューしていきたいし、今後も富田以外のラーメンが出たら、またはそこに行ったら動画を出していきたいと思いますので、ぜひ待っててください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。